アドルフ・バートルズ・アードルフ・バルテルスは、ドイツの文学者、ジャーナリスト、詩人。フェルキッシュ的世界観で知られ、ナチズムの反ユダヤ主義の先駆者ともされるバルテルスは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のベッセルブーレンで生まれ、ライプツヒト・ベルリンで教育を受けた。1895年からワイマルで、フリーランスジャーナリストとなり、同郷の作家フリードリヒ・ヘッペルにちなみ、ヘッペル学者と評価された。 第一次世界大戦後、バルテルスの人気が高まり、バルテルス学派が形成され、エイリヒルーデンドルフのタンネンベルクブントと合併した。バルテルスは、ユダヤ人とドイツ文学、なぜ私はユダヤ人と戦うのかを表し、1921年、フリードリ・ヒホン・オペルン・ブロニコフスキの著作、反ユダヤ主義公平な調査への反論として、反ユダヤ主義の弁明を刊行し、 反ユダヤ主義を正当化した。1925年には、デア・ナッツ・オヨナルズ・ツヤリス・ムース・ドイッチ・ロンツ・レ・トングを発表し、ユダヤ化されたドイツ文学の救済を論じ、また、ユダヤの蘇生と文芸学を表した。主張、ドイツ文学史は、ドイツの教養書となり、バルテルスは、第三帝国期に、ドイツ的著作物の浄化のための指導者とみなされた。 1926年ヒトラーはバルテルスを表敬訪問し、1937年5月にはドイツ帝国の最高勲章であったワシの紋章が授与され、80歳の誕生日には最前への投資のみに贈られる黄金紋章が授与され、ナチ党名誉会員になるが入党はしなかった。農本主義を描いたバルテルスの故郷についての 歴史小説大ディズマーシャーは1920年代には20万部も販売された。ありがとうございます。